香川県小豆島町の鴻浦海岸で行われた地引き網漁の体験には、島の子どもたちとその家族合わせて36人が参加しました。魚や漁業について関心を持ってもらおうと、小豆島町漁業振興協議会が2018年から行っているもので、参加者は力を合わせて網を引き上げました。子どもたちは網にかかった魚を手に取り、興味深そうに観察していました。楽しかった。楽しかった。みんなで協力して引けたところ、子どもさんがたくさん来ていただいて、まあまあ先々またその子どもさんが漁業を継いでくれるんじゃないかと、まあ、期待しているわけなんです。